さあ、正キャラに早速遊んでいこうと思います。最初の選べる4タイプのキャラクターの中で一番見た目がいいなって思った雷城堂さん。選んだ結果、どうやら遠距離キャラは弱いと。ちょっと大丈夫かっていう情報が今、ただいま入ってきたんで、速報で。まあでもとりあえず今日は頑張ってみようと思います。まあ個人的にはこのチンタクっていうのと、あとこの鉄血の騎兵団のデュランダル。この2人の見た目が一番好きなんで、まあこの2人が当たったら、くら替えするまであるんですけど、とりあえず早速じゃあ出撃していこう。クエスト、さあ来ました。現場は今どんな風になってるんですか？とりあえずちょっと待って、戦う前にいろいろアイテムをゲットしようと思います。まず序盤はコソコソしようや。あ、でもこういうちっちゃいのはさ、ちっちゃいのやれんじゃないの？おら、どうだ。あ、一発で倒した一発で殺した。すげえ、そんなことあるんだ。もうそれ弓の攻撃じゃないからね、今の。ちなみに。全然関係ないっす。なんかスキルの問題っす。まあ、序盤はこういう風にね、チクチク。いや、自分なんて、ほんと、底辺を這いずる、そういう生活をしてるだけなんです。私のことは見ないでください、序盤は。あれ、てかもうすでに3位なんですけど。人がいないのか。そっか、サービスか。あ、待って、こいつはやらなきゃいけないんじゃないのか。倒した。よし、倒した。今、連続で倒した。連続で倒したけど、私、今、4位です。やばいやばいやばい。ちょっと、まだ底辺です。まだ自分底辺。攻撃とかしないで。やばい、ちっちゃいの倒してた方がいいのかな。こういうの。おら。あ、なんか今、連続で倒した。連続で倒した連続で倒した。波強。タイダルウェーブ強。どうしよう、もうすぐ帰ろうかな。家に帰るっていうプランもあるんですけど。遠くからこれチクチクね。遠くから。よし、倒した。遠くからチクチクやりましたよ。はい、倒した。遠くからチクチク。ずるいね。あ、遠距離キャラも遠距離キャラで。やばいやばいやばい。まあでもサービス始まった。やばいやばい。怒ってる。ガチで怒ってる。ガチギレしてる。あいつはまずい。あいつはまずいぞ。あいつ怒らせたらまずいぞ。後ろいただきました。何？ちょっと待って。これタイダルウェーブ使おう。俺が倒してないか、今のは。遠くから失礼します。遠くから失礼します。いいよ。やっぱこういうことだよな。遠くからこそこそやってこそだよな。もうすぐ帰ろうかな。今1位だ、俺。今1位。狙われるんじゃないの ?1 位って。どうなんだろう。スネーク系のゲームだから、スネークっていうか、スニークか。なんかそういうタイプの、バトロワ版みたいなゲームだから。大概1位のやつ狙われるじゃん。狙われないのかな。タイダルウェーブ、やめろ。喧嘩はやめて。喧嘩はやめて。今俺助けたから、みんなをなだめたから。あ、今んとこいいんじゃない。結構やっぱちっちゃいの倒した方がいいのかな。こういうの怒ってるもん。怒ってるもん。怒ってるけどそれしょうがないよ。これ戦争だから。それはなぜなら、あ、いた。これ当てんのむずいね。なんか弾速がゆっくりしたり、なんかあんまりちょっとまだよく分かってないです、自分。あ、ガードっていうのもあるんだね、このガードね。めっちゃ怒ってるもん、向こう。タイダルウェーブ、倒した。倒した。波が強い。波が強い。シンプルに。シンプルに波が強い。よし、倒した。やばい、なんかバームクーヘンみたいな。体中に。今か、いた、バームクーヘン。体中バームクーヘン。何これ。この弾速ゆっくり、何なんだろうな。速くなったり、緩くなったり。ちょっとこのままでよく分かってないけど。タイダルウェーブ、喧嘩やめて。来た。やばい、怒ってる。ガチギレしてる。ガチギレしてる。タイダルウェーブ2回目。ガチギレしてる。本気で怒ってる人がいる。なんか鎖鎌みたいなの使う人いる。鎖鎌なんてアイテムあるんだ。ちょっとこれプレイヤーいる？大丈夫これ。これちょっと当てんのむずいね。エイムしっかりしないと。でも1回当たるとさ、なんか持続で当たるよね、これ。バシバシバシって。まだ減らない。よし、倒した。普通の攻撃だけだとやっぱ手こずるな。たとえ相手がちっちゃくても。当てるのだけでも難しいからな。やっぱりスキル技か。わあ、なんかで、バームクーヘンでかくなってる。でっかいバームクーヘンになってる。タイダルウェーブ、タイダルウェーブ。ちょっと俺帰るわ。これやばい。これ狙われてる。狙われてるんで帰ります。
やめてください。許して。はい、家に帰る。これで、なんかアイテムを回収できるんだよね。これで家に帰れたんで、アイテムが回収できましたと。そういう感じだよね。いや、難しいね、でもこれ。レベルアップした。AP が10増加しました。なるほど。ボタンの方向に矢を発射。高速の雷の矢と低速の水流の矢を交互に放つのか。あ、交互に放つってことは、そっかそっか。じゃあ、速い球の次は遅い球。遅い球の次は速い球ってやつか。すごい、ストレートとチェンジアップの関係性だわ。さあ、行くわよ。やばい、めっちゃ暴れてるやつがいる。めっちゃ暴れてるやつがいる。2体いる。2体暴れてるやつがいる。やばい、これはまずいぞ。静かに、ひっそり。ちっちゃい奴ら同士でもう戦うのとか、ほんとくだらないからやめてほしい。ほうがいい。やばい。これはまずい。やばい。ちょっと待って、でかが、ちょっと待って、フィールドちっちゃすぎないか、これ。いや、むしろ、お前らがでかいまであるぞ。でかいやつがいすぎる。これはまずい。隅っこに隠れるか。そんなことしても意味ないんだよね。くっそ、やり合うってか、お前。俺とやるってか。タイダルウェーブ!やばい。すいませんでした。バリアガード。こういう時のバリアガード。もっとうまく使いこなせれば、バリアガード強いと思うな、これ。近づかれても、攻撃食らわないわけでしょ?お前さっきもよくやってくれたな、こいつ。これ許さねえぞ、こいつ。この野郎は。今んとこ10代美少女3位です。私10代美少女3位です。やばいね。怒ってる。怒ってる人がいる。怒ってる。ぶち切れてる。刀振り回そうとしてる。危険です。シソさん今ぶっちぎり1位です。怒ってます。吹っ飛んでます。右に、やばい来た!なんか、ヨーコクラマみたいなやついる。ヨーコクラマ1位!やばい!これはまずいぞ。もう完全に俺の子、やばい、ヨーコクラマが来てる。ヨーコクラマ、こっからか。こっから打つか。高速の次、低速ね。了解。ほら、倒した。あ、なんか、魔法を使う人もいるのか。あれ、魔法系、やばい、怒ってる。完全に俺狙ってるね。完全に俺だけを狙ってるね、今。倒した。もう遠くからこそこそやるのよ。やばい、怒ってる。くるくる回ってる。怒ってくるくる回ってる。こういう時のバリアガード。近づかれたらバリアガードね。よし、倒した。今、10代美少女2位です。10代美少女2位です。くるくる回ってます、みんな。しそやばくねえか。あいつとは絶対やりたくない。ヨーコクラマー。やばい、ブチ切れてる。カラス殺すぞ。思想40キル思想になってるよ。思想お前大丈夫か?お前大丈夫か?本当に。そんなに人を殺めて楽しいか?お前。あ、やばい、怒ってる。ここら辺とかどうよ?ねえ。あ、やばい、しくった。よし、倒した。10代美少女12キルです、今んとこ。ピヨピヨフード、かぶってます。あ、今倒した?これ適当に振ってれば当たるね、これ。怒ってんじゃん、こいつ、完全に。完全に怒っておりますやん、こいつ。これ、遠くからバシーンって。遠くからバシーン。あ、これ当てにくいな、むずいな。タイダルウェーブがいかに当てやすいかってのが、如実すぎる。あのレオナルドやばいな。ミュータントタートルズみたいなやつ。みんなでもやっぱ刀系のキャラ使うんだね。やっぱり思想走ってる。やめて、こっち来ないで思想。これ適当に振ってればさ、当たるね。今1キルしたもんね。54キル。54キル。誰かあいつを止めてくれ。よし、当たった。アニマルたけし倒した。ちょっと愉快な名前じゃん。やっぱいろんなキャラ使ってみたい気持ちになってきたな、こうなってくると。いろんな他のキャラ見てると。やっぱ怒ってる。怒りすぎだろ、お前。こういう時ガードか。そっか。ガード忘れちゃうんな、これ。あ、当たった。さあ、もうすぐ20キルなるかどうかっていうところですけれども。あいつだ。タイダルウェーブ。どうだ。あのでっかいの倒したいな。
当たんないか。当てたいな、あれ。体力少ないもんね。あー、オブジェが邪魔だ。オブジェ邪魔すぎる。当たった、当たった、当たった。あれ狙いたいね。こっちタイドラウェーブ。どうだ？当たんないかな？当たんないか。なんだ、俺が狙ってるの、バレてるかな？これ、やっぱり。なんか鬼ごっこ見たくなってるもんな。あ、しょうがないか、これ。あ、これは、倒した。おいおい、誰か止めてくれよって出てきた、字幕で。お前、ふざけんなよ。やる気か、俺と。お前、ガード持ってんだぞ、こっちとら。お前、ガード舐めんなよ。お前、どんだけ攻撃してくる？ちょ、どんだけ攻撃すんの、これ。何これ。何このクソキャラすぎるだろ。そんなに連続で攻撃できんの？今のちょっとやばいな。何あのキャラ。俺も使ってみたいな、今の。今のクソ感出てていいね。手数多すぎるでしょ。あ、いた、クソムーブ野郎。クソムーブ野郎いた。あいつ許せねえな。あんなにバカみたいに銃乱射できんの、あれ。連続射殺魔じゃん、あんなの。じゃ、30いったら帰ろうかな。よし、倒した。あと3。30いったら帰ろう。そうしよう、そうしよう。結局やっぱスキルが強いな。スキルゲーじゃん。エクスカリバーはなんかあれだな。癖がなくて使いやすいみたいな、そういう感じかな。ストリートファイターの竜みたいな。多分そういう感じなんでしょう。ほら！残り2。クソムーブ野郎、クソムーブ野郎いる。あいつだけ許せねえな。あいつだけは本当にダメだ。近寄らん。ちょっと待って、帰るか。これ、ちょっと待って、これ帰るか。さすがにこれ帰るか。なんか狙われ始めてる。帰ります！狙われ始めてるんで帰ります。なんか妙に。妙に全員に狙われてる感じがしたんで、ちょっと帰ります。うわ、30キルちょっとできなかったな。28か。